皆さんこんにちは、ねこ兄さんです。今回の動画は予測不能生後3ヶ月の子猫、おもちゃで暴れるキュンシ動画って、いきなりもうね、おもちゃで遊んでくれてますよね。立ち上がったりしてくれてね、とっても可愛いですよね。今ね、生後3ヶ月の子猫ちゃんが10匹ぐらいいてるんですかね。それぐらいいてるのでね、もうわちゃわちゃしてるでしょ。おもちゃ一つあったらみんながね遊びに来てくれるんですよね。ただね、やっぱ保護猫カフェで生活してるだけあって、みんな順番待ちができてる気がしますよね。もう一斉に来るんではなくてね、なんか一匹ずつ来てる感じがしますよね。うん、いい子たちだね。走り回ってる子猫ちゃん可愛いですよね。ちょっと移動してみましたよ。で、床をこすってみます。いっぱい来てくれたらいいんですけれども、あら、1匹だけかな。なんかじわじわ来てますね。子猫ちゃんがね、我を忘れて遊ぶとかって、そういうのすごい楽しいんですけれどもね、この子たちはちょっと落ち着いてるかもしれないですけれども、結構走り回ってますよね。ね、おもちゃの棒の部分でもね、おもちゃの部分でもいっぱい遊んでくれてますよね。あ、膝の上に乗ってくれましたよ。あ、副店長のさんちゃんも来ましたね。なかなかね、存在感ありますよね。子猫ちゃんたちがいっぱいいてるんで、より大きく感じますよね、さんちゃん。貫禄あるね。子猫ちゃんたちは特に気にすることもなくいっぱい遊んでくれておりますけれどもね。おもちゃに猫パンチしてどっか行っちゃいましたね。さすがだ、子猫ちゃんは何をしてかすかわかんないですよね。またスリッパを匂ってんのかな、ね、前回の動画からずっとね、スリッパを気にしてる子がいてるんですよね。まあすごい可愛いんですけれども、ちょいちょいちょい。今回のお店は大阪梅田近くにある保護猫カフェウリエルさんです。お、ボールがありましたね。ちょっと転がしてみましたけれども、あ、走ってくれますね。じゃあこっちでどうかな。うん、おー、いいですね。何でもおもちゃにしてくれる、かわいいね。さすが子猫ちゃんだ。いやー、いっぱい来てるね。で、今見るとすごい子猫ちゃんに囲まれてますよね。何匹いてるんでしょうかね、本当に。あー、これだけ子猫ちゃんに囲まれるってなかなかないですもんね。あ、黒猫ちゃんが走ってきたよ。みんな元気いっぱいやね、本当に。あ、またさんちゃん来てくれた。うん、わちゃわちゃしてる。もういろんなところでね、いろんな子がね、何かしてるんで。かわいいね。さんちゃん特に何もしないんだね。ぴったりと寄り添ってくれてる子もいてますね。あ、走ってて、なんかわちゃわちゃしすぎて何がなんだかわかんないんですけれどもね。膝の上に乗ってくれるのも可愛いよね。あー、たまらん。なかなか撮影が迷っちゃいますね。移動してみましょうかね。で、紐のおもちゃに変えてみましたよ。立ち上がってるね。こういうね、紐のおもちゃだと立ち上がって遊んでくれたりとかするんで楽しいですよね。掴んでるのもいいね。ここの子たちをね、すぐおもちゃを離してくれるからいいですよね。こう自分で独り占めにしようとかってしないんで。そこがおもちゃで遊びやすい子たちですよ。あら、さんちゃんこんなとこいたんだね。周りで暴れてても全然さんちゃん気にしないですよね。いい子だよ、本当に。すごいね、激しいね、この子。ね、一人で何してるんでしょうか。お腹見せてね。よく遊んでくれる子たちだ、本当にみんな。順番待ちができて偉いよ、本当に。コロンってなって子猫ちゃんっておもちゃに夢中になるとね、コテンってこけたりしますよね。あらら猫同士の転がりちゃってましたよ。かわいいね、みんなわちゃわちゃしてる。それではね、ボールを投げてみようかなと思います。あ、跳ねなかったね。あ、でも追いかけてくれましたね。すごいなあ。なんかわかんないけど、なんかよく走ってますね。なんかボールが返ってきたよ。さあ、もう一回投げましたよ。いっぱい走ってますよ。このボールはどうかな、潰れてますけれども。よいしょ。うん、何でも走ってくれる。反応がいいね。いっぱい走って子猫ちゃんのテンションが上がりすぎてね、なんかわけわかんなくなってますよね。かわいいよ、みんな走り回ってさあ、ひものおもちゃだ。うん、遊んでくれるね、やっぱりさすがだね。コロンってひっくり返っておりますけれどもね、かわいいよ。サンちゃん、あ、サンちゃんも遊んでくれるじゃない。うん、いいね。あ、終わった。あらサンちゃんの手に攻撃しちゃいましたね。でも怒ったりしないんですよ、さすがね副店長。お腹もふもふしちゃおう。このマシュマロボディはたまりませんよ、サンちゃん。あ、いい顔してる。本当にね、サンちゃんってイケメンですよね。ちょっとお腹触れるの嫌なのかな。他の子遊んでいこうかな。あ、猫パンチされちゃいましたね。まあそういうこともありますわ。あー、たまらん。あらあら、ふみふみしてるよ。こんなわちゃわちゃしてるところでねえ、すごい癒されますよね、本当に。かわいいね。ああ、猫パンチしちゃったおもちゃをね、おもちゃで遊んで猫パンチしちゃいましたよね、ふみふみしてるところでね。いやー、何をしでかすかわからなくて面白いな。子猫ちゃんにね囲まれる経験でなかなかできないですよね。本当に可愛かった。皆様いかがだったでしょうか。子猫ちゃんが遊んでる姿にキュン死したのではないでしょうか。これからもね、猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェフリエルさんでした。